ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙。サムネマジっすか？釣りじゃない？残念ながら、マジなのよね。薄毛になっても見た目が悪くなるだけと考えてる人は多いけど、実はそれ以外にも、様々なデメリットがあるのよ。例えば鬱になりやすい心臓病リスクの増加、幸福度低下など、人生においてかなり重大な問題を引き起こすの。薄毛遺伝を持つ Y の人生ハードすぎないか？でも安心してちゃんと科学的に正しい薄毛の改善方法も紹介するから。それは本当に助かる。でもまずはちゃんと現実に向き合った方がいいから、薄毛を放棄したら、何が起きるのかを理解してね。かしこまりました。このチャンネルでは育毛に関する様々な知識を紹介していくぜ。薄毛予防や実際に髪を生やした話なども公開予定なので、期待して待っててね。まず、薄毛とうつ病には相関があると判明したのよ。うつ病になりやすいのはマジで最悪。1995年にロンドン大学が、薄毛の男性182人に対して、薄毛が心理的にどのような影響を与えるかを実験したわ。すると衝撃の結果が出てしまったの。衝撃の結果？薄毛になった男性はあらゆる精神疾患にかかりやすいと判明したの。例えばうつ病になりやすい自尊心が低下、外交性や社会性が低下、引きこもりになる確率がアップ、感情が不安定になる、セルフイメージの低下。もうやめて、薄毛たちのライフはとっくに出ろよ。すまん、オーバーキルだったな。でも研究データはまだあるわ。カリフォルニア大学の研究では294人の薄毛男性を対象に行った実験で、なんと全体の 74% が、薄毛になったことによって何らかの精神疾患にかかっていたの。74% って、薄毛になると4人のうち3人は精神疾患になるってことなの？そういうことよ。薄毛でメンタルが病むというのは科学的に証明されているの。また薄毛になると人生の幸福度も激減するわ。ウェールズ大学が行った薄毛男性1000人を対象とした実験によると、髪が抜け始めてから138ヶ月約11年もの間、人生の質が低下し続けたという、めちゃくちゃ恐ろしい研究結果が出てしまったの。11年も引きずるの。髪が抜けてきたと感じた時に対策していれば、幸福な人生が歩めたにもかかわらず、恥ずかしいやまだ大丈夫などと言って薄毛を放置し続けることにより、11年も幸福度の低い人生を歩むことになるのよ。しかも幸福度の低下度合いも凄まじく、癌、白血病、失明などの、重篤な病気にかかった人とほぼ同じレベルにまで幸福度が落ちていたわ。薄毛って単なる老化現象じゃなくて、もはや立派な精神病じゃん。また2013年に東京大学が行った研究によると、薄毛の男性は、髪がふさふさの男性に比べて 32% も心臓病リスクが増加していたわ。メンタル面だけじゃなくて、シンプルに心臓病リスクも上がるのか？そう。薄毛になると人生の質や幸福度と関わっている重要な数値が、軒並み下がることが理解できたと思うわ。薄毛になったことがある人はわかると思うけど、とにかく生きるのが辛くて、気分が落ち込むことがあると思う。それは科学的にも証明されていることだったの。薄毛になった人の人生辛すぎるだろ。でも逆に言うと、現在薄毛で悩んでいる人は、薄毛を改善するだけで、メンタルが超改善される可能性があるということよ。社交的になって、自己肯定感も上がり、幸福を感じやすく、心臓病にもかかりにくくなるわ。確かに。現状でハンデ背負いまくりだから、薄毛改善したら、とんでもなく人生を好転させることができるんじゃないか？そう、薄毛の人はその可能性を秘めているの。しかも現代科学では、薄毛の改善方法はすでに確立されているわ。月に3000円ほどの薬を飲むだけで、ほとんどの人は薄毛を改善できるの。え？意外と安い。世界的に薄毛の改善が認められている薬はこの世にたった3つだけ。フィナステリド、デュタステリド、ミノキシジルという薬よ。フィナステリド、デュタステリドは薄毛の進行を止める薬。ミノキシジルは発毛を促進する薬。これらを併用することで、発毛率を大幅に上げられることが分かったのよ。チャンネル主もこの方法で実際に髪を生やしたんだよね。
その通り、ただし副作用や悪質な AGA クリニックの見分け方など、薄毛治療を始めるにあたって注意すべき点はいくつかあるわ。実際にチャンネル主が髪を生やした方法を知りたい人は概要欄に載せているので、薄毛に悩んでいるならぜひ参考にしてほしい。またこのチャンネルを見ていれば、薄毛改善のノウハウが自然と身につくので、将来の薄毛が不安な人には役に立つ内容になってると思うわ。成人男性の3人に1人が薄毛になる時代だから、若い人も油断はできないよ。この動画がいいなと思ってくれた人は、いいねやチャンネル登録をよろしくね。ではまた。